時代と戦え。はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。それでは早速 B リーグ情報から話していきましょう。川崎ブレイブサンダースのマティアス・カルファニ選手が川崎との契約継続を行いました。カルファニ選手は12月22日の名古屋戦で怪我をしてしまい、離脱となっていましたが、それまでは自分が大活躍するということはありませんでしたが、うまくファジーカス選手を活かすプレーをしていて、川崎のファジーカス選手を中心に添える チーム作りが着々と進んでいるという印象です。ということで今回は金銭的な余裕があるとは思えないにもかかわらず日本人選手の補強を着々と進めている富山グラウジーズについてあと必要なピースは一体何なのかについて語っていきたいと思いますまず富山のオフシーズンの動きについて振り返ってみましょう。まずは何と言っても 富山をチャンピオンシップに導いた名称、ドナルド・ベックヘッドコーチの退任です。ベックヘッドコーチは年齢が67歳なこともあって、ヘッドコーチは体力的に厳しくなってきていたので、アドバイザーという形で名古屋に行ってしまいました。まあこれだけならそこまで問題はなかったんですが、それについていくような形で、富山の一番の得点源であるレオ・ライオンズ選手まで名古屋に行ってしまいました。何度も言っていますが、 恐るべし名古屋です。その代わりといってはなんですが、日本人選手はいい補強ができていて、まず橋本選手です。橋本選手は日本人離れした 2m3cm という身長にもかかわらず、3ポイントも打てる、いわゆるストレッチ4の選手で、層の厚い宇都宮からプレータイムを求める形での移籍となりました。この補強は富山のまだ決まっていない外国籍選手の 選択に自由度を与えることになり、今シーズン活躍したジョシュ・ペッパーズ選手とも契約しやすくなりました。そしてもう一人、昨シーズンの新人王、岡田優太選手です。かなりどのチームに行くか注目されていた岡田選手ですが、富山への移籍となりました。タイプ的には富山にはボールを持ってプレイするシューティングガードの選手はあまりいないので、三河でのようなボール供給不足には陥らないと思うんですが、ディフェンスをどこまで向上させられるかが、 プレイタイムを増やせるかどうかの鍵になってくると思います。現在の富山のロスターを見てみると、どうしても得意なのがディフェンスよりもオフェンスという選手が多く見受けられます。そして、宇ト選手がポイントガードをすることもあり、スピードタイプのポイントガードをディフェンスできる選手があまりいません。そうなってくると富山は東地区なので、 優秀なポイントガードひしめく東地区でどう戦っていくのかという話になってきます。でもこれは逆に考えれば長所でもあります。宇都、岡田、前田に外国籍選手2人の平均身長が高いメンバーで試合することができます。なんなら2、3番ポジションにジョシュ・ペッパーズ選手のような外国籍選手を入れて橋本選手を出せばもっと身長の高いメンバーで試合を展開することができます。これはもちろんディフェンス時に ミスマッチを作ってしまう可能性はありますがある程度全体的に身長があることでスイッチもしやすくなってオフェンスの時は逆に一方的に身長を押し付けられるのでうまく使えば強くなるとは思いますただ現状のロスターではどうしてもディフェンスがいいとは言い切れないのでどちらかに振り切るのであればオフェンスに振り切るのは間違いないと思います 富山が新しいスーパーエースや最高の監督をリクルートすることなくチャンピオンシップに行く手段が一つだけあります。まあこれは誰もが知っていることだと思うんですが、宇藤選手が3ポイントを打つことです。もし宇藤選手がフリーの場面だけでも3ポイントを打てるようになれば、宇藤選手のマークマンも迂かつにはヘルプディフェンスによることなくディフェンスすることになるので、より前田選手や岡田選手のドライブ力が生きることにつながります。 今シーズンの前田選手を見ていた人はわかると思うんですが、スリーポイントを入るということは、ドライブのしやすさにもつながるので、スリーポイントを打つということは、宇都選手自身の魅力を引き出すことにもつながるんです。もちろん、こんなことは宇都選手自身が一番わかっているはずなので、新しいヘッドコーチが打ってほしいとお願いすれば、打ってくれるようになるかもしれません。それでは最後に、石山的おすすめ外国籍選手を紹介したいと思います。 と、その前に、今シーズンいた選手について、さらっと話すと、アイザック・バッツ選手は、インスタで、さよなら、富山と言っていたので、対談が濃厚かと思われます。正直、スリーポイントを打たないバッツ選手のようなタイプは、ウド選手と合っているとは言い難いので、しょうがないかな、といった感想です。ペッパーズ選手は、さっきも言った通り結構おすすめで、ジョシュア・スミス選手に至っては、あの選手を止める術自体が、今の B リーグにはないので、 取れるならチームの噛み合わせと関係なく取った方がいいと思います。そして新しく取る外国籍選手では、まず条件としてビッグロールのできる選手がいると、前田選手、岡田選手がより活躍しやすく、かつそこにスリーポイントも打てるとベストマッチとなります。そういったことを踏まえると、一番は名古屋に行ってしまったジェフエアーズ選手です。他にも島根のロバート・カーター選手や、 シガのブラッキンズ選手はスリーポイントも打てて、かつピックアンドロールもできるいい選手だと思います。ブラッキンズ選手はディフェンスもいいので、チームを安定させてくれる存在となれるかもしれません。ということで今回は富山グラウジーズの必要なピースについてを中心的に話していきました。正直意外に良い,い補強をしている富山を見ていると、多少羨ましいような気がしますが、東地区なので、まだまだ外国籍選手次第かなといったところです。 ご視聴ありがとうございました普段は B リングについての動画を中心に日本のバスケについての動画を上げています今回の動画が参考になった面白かったという方はぜひチャンネル登録高評価お願いします概要欄にツイッターのリンクもありますのでそこでは YouTube では触れるほどではないちっちゃいバスケのことを呟いたりしていますぜひフォローお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさよならバイバイ